闇を照らすは必要の輝き、その光は迷えるとき正しきを示す道しるべとなろう。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。やあ、元気にしてたかい？僕だよ、僕。忘れたなんて言わせないよ。こんな場所まで、はるばるようこそ。今日はお互い、うんと楽しめるといいね。え？どうして僕がここにいるかって？やだなぁ。それは聞かない約束じゃないか。そんなことより、今日は君のために、とっておきの企画を用意してきたんだ。その名も、奇跡でポン。いわゆる、クイズゲームってやつなんだけど。もちろん、付き合ってくれるよね。そう来なくっちゃ。さてと、それじゃあ僕はちょっと着替えてくるから、ほんの少しだけ待っててね。それじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。何やってんのさ。普段のオリビエ君ってとても王子って柄には見えないよね。隠密のヨシュア君にぴったりの名前だよね。ブッブー発令。さあ、残念、ここで終了だよ。残念。どうしようか。そう来なくっちゃ。さてと、ほんの少しだけ。それじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。よく考えなよ。勘弁してよ。SC で裏の塔を起動するときに、レンに担当してもらった塔だね。ちなみに最後は大団円、ハッピーエンドなんだよね。隠密のヨシュア君にぴったりの名前だよね。どれだけ年を重ねても彼女にはぜひ今のノリを貫いてほしいよね。
SC で裏の塔を起動するときにバルターに担当してもらった塔だね。帝国軍人のうかつさをそのまま表現したような紋章だよね。よく考えなよ。残念、ここで終了だよ。で、どうしようか。さてと、ほんの少しだけ。それじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。これってエレゴニアで一昔前に流行った曲なんだよね。何やってんのさ。ブッブー、初レー。ちなみに最後は大団円、ハッピーエンドなんだよね。漢字に当てると龍がかな。かっこよさげな響きだね。何やってんのさ。残念、ここで終了だよ。で、どうしようか。さてと、ほんの少しだけ。それじゃあ早速始めるよ。準備を。勘弁してよ。レマンジ地州といえば、かのエプスタイン財団の本部があることでも有名だね。この会社、必要歴1203年で創立50周年になるらしいね。リベールではどの地方からでもこの湖が見えるみたいだね。 SC で裏の塔を起動するときにレンに担当してもらった塔だね。勘弁してよ。ミストは英語で霧、バルトはドイツ語で森の意味だよね。 SC で裏の塔を起動するときにルシオラに担当してもらった塔だね。隠密のヨシュア君にぴったりの名前だよね。よく考えなよ。残念、ここで終了だよ。で、どうしようか。さてと、ほんの少しだけ。それじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。漢字に当てると龍がかな。彼女の無知になら撃たれてみてもいいかもね。何やってんのさ。彼ってつくづく怪我の多い人だよね。ブッブー、初レー。ちなみに最後は大団円、ハッピーエンドなんだよね。勘弁してよ。残念、ここで終了だよ。で、どうしようか。さてと、それほんの少しだけ。それじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。彼女シスター服もよく似合ってたよね。隠密のヨシュア君にぴったりの名前だよね。リベールではどの地方からでもこの湖が見えるみたいだね。勘弁してよ。
ちなみにボース支部のルグラン老人って元はグランセルの受付だったらしいね。レナン自治州といえばかのエプスタイン財団の本部があることでも有名だね。ミストは英語で霧、バルトはドイツ語で森の意味だよね。漢字に当てると龍がかな。かっこよさげな響きだね。 SC で裏の塔を起動するときにバルターに担当してもらった塔だね。これがまた助走、どうやらクリアできたみたいだね。おめでとう。見事。さてと、もう十分楽しんだし、まあ気が向いたらまた遊びに来てよ。それじゃ。すでに道は開かれた。いざ。まあいいや。善は1、1は善、善は1から起こり、そして待つ。Thank you.
その扉を開いたらもう後戻りはでき、あの日起こった真実をお前は全て知ることになる。その覚悟はあるか？望むところ、この5年私はずっと納得いかなかった。あの後私を含めたみんなは他の施設に引き取られて、獣騎士の修行に入る前にここに行ってみたらすでに取り壊されていて、だからとっくに覚悟はできている。何よりも姉様とケビンに近づきたいと思っているから。そっか、わかった。私たちは外で待って…いや、できれば一緒に来てくれ。ある意味君たちにも関わりのある話やからな。何者かに雇われた両兵団がこのシオンの家を占拠した。なあリス、お前その時のことをどれだけ覚えてるんや？私は突然黒い男たちが門を破って入ってきて、みんなを縛り上げて先生を2階に連れて行って、気づいた時は町の病院のベッドやった。そこで俺とルフィナ姉さんが助けに来たことと、そして姉さんが殉職したことを聞かされた。そんなところか。うん。ねえケビン、教会に敵対する何者かの仕業だって聞いたけど、ケビンとはあれから一度も会えなかったし、セルナート教官に聞いても全然教えてくれなくて。ま、総長の立場になると、まさかこの施設が封印指定されたアーティファクトの目くらましに使われてたんだな。ここや。隠し扉か。待ってケビン、封印指定された古代遺物、まさかこの下には。その通りや。この下にはグランセル大聖堂の地下にあったのと同じ場所、古代遺物の封印に使われる。あの日、覚えてるとは思うけど、俺とルフィナ姉さんは久々に帰省する予定やった。それぞれ別の任務についてたから、一旦町で合流してから一緒に帰るつもりやったんや。だけど姉さんの乗るはずやった列車が遅れて、俺だけ先に到着したところでその知らせが飛び込んできた。お前とチビたちが危ない、そう思った俺は単独行動で占拠していた両兵の掃討を決行した。正直レンドは大した連中やなかった。獣騎士程度の俺でも一通りの連中を無力化してチビたちと先生を解放できた。だがそこにお前はおらへんか。
チビたちから両兵の一人が気絶したお前を運んでどこかに向かったと聞いて、手当たり次第に探した俺はなんとかこの場を探り当てた。なあリス、お前気がついた時リボンをしてへんかったよ。うん、でもどうして？お前のリボンがな、あの隠し扉の前に落ちてたんや。まあ新しい足跡もあったからなんとか気づくことができたわ。そしてお前を運んだ両兵を追って俺はこの場所に降りていった。初めて会った時、俺がどんなだったか覚えてるか？うん、私はまだ小さかったけど、不思議とあの時のことは覚えてる。あの時のケビンは全てに絶望した目をしてて、正直ちょっとこの子は一体何を見てきたんだろうって。何を見てきたか、どうやら姉さんは知っとったみたいやけど、あの時な、俺自分の母親を殺してるね。したってのはちょいと大げさすぎたかもな。見殺しにしたってのが正確かもしれへん。もともとうちは母一人子一人の家庭やった。親父もたまに顔を見せたけど、どうやら他にちゃんと家族のいるどこぞの金持ちだったみたいでな。でもそんなは関係なしに、俺は母ちゃんのことが好きやった。この言葉遣いを近所のガキどもにからかわれたこともあったけど、大抵ボコボコにしてやったしな。料理好きで温かくて自慢の母親だったんや。でも7歳の頃、母ちゃんは親父から捨てられた。もともと心の弱い人でな、みるみる元気がなくなって体の調子も悪くして、俺いろいろ頑張ったんやけど全然元気づけられへんかったわ。そしてある冬の日やった。母ちゃんが寝てる俺の首を絞めてきたんわ。ごめんな、ごめんなケビン。でもお母さんもう疲れてしもうたんや。だからなケビン、このままお母さんと一緒に。ま、苦労させるくらいなら一緒に楽になろうって話やろ。でも俺は
それには付き合えへんかった。夢中で母ちゃんを突き飛ばして雪降る街に果たして飛び出していった。母ちゃんのしたことの意味も分からずに、ただただ混乱して小一時間さまよった。そして腹も減って、母ちゃんのことが気になって恐る恐る家に戻ってきたら、せやけど多分その時なんやと思う。俺の中に聖痕が刻み込まれたんは。こんな場所が大聖堂の地下には。ちょうどここで俺は気絶したお前を運んできた両兵に追いついた。まさか邪魔が入るとは思ってへんかったんやろな。焦ったそいつはあっさりと銃を落としてそこの台座へと駆け寄った。そして台座にあったのはロアの魔装と呼ばれる封印指定された古代遺物やった。ロアの魔装。手にする者の肉体を化け物に変えてしまう槍。正直女神の秘跡のもとに作られたとは思えへん代物や。そして追い詰められた良平はその魔装を手にしてしまった。圧倒的やった。肉体の構造ごと変化して異形の化け物になった良平の前に俺はすぐに叩きのめされた。そしてその化け物が気絶したお前に魔装を振るおうとしたその時、それは起こった。俺の聖痕は良平が持ってた魔装の力をその場で取り込んだらしい。そしてその力を数十倍に増幅した上で容赦なく良平へと叩き込んだ。もはやそれは戦いではなく一方的な虐殺に過ぎへんかった。そして化け物になった良平は何千もの肉片にちぎれて絶命した。そして俺は
初めて聖魂が現れた俺はその湧き上がる力に翻弄され、駆けつけた姉さんはすぐに状況を理解したらしい。ボウガンと宝剣で牽制しながら俺をリースから引き離して、そして我に帰った時、俺は姉さんの腕の中にいた。体を無数にうがたれながら、姉さんは俺をしっかり抱きしめて、そのままこと消えてた。俺はルフィナ姉さんを助けられなかったゆえに、この俺がお前の目の前にいるこの毒でもない疫病神だ。でもケビンは殺すつもりがなかった。そんなのはただの言い訳や。あの時の俺は聖魂の力に翻弄されて血と暴力に酔いしれていた。俺の心が弱くなかったらこんなことにはならんかったやろ。ケビン、それに俺はな、あの時姉さんが自分の母親のように見えてたんや。俺の首を絞めてきた、あの時の母ちゃん。そして裏切られた腹いせを込めてマスを叩き込んでやった。どっちも大好きで俺の手で守りたかったのに。母ちゃんとルフィナ姉さんも、黙ってたの？この5年間私に一言も話さないで。ああ、ほんま悪いと思ってる。でも話したからには俺にも覚悟はできてるわ。お前にやったら仇を討たれても本望やし。ケビン・グラハム、私が怒っているのはそんなことじゃない。どうして、なんでそんな重たいものを抱えて一人ぼっちで生きてきたの？私に、あなたの家族のこの私に一言も相談しないで、一緒に抱えさせもしないで。リースさん、やっと分かった。ケビンがどうして下方狩りをしているのか。姉様を死なせてしまった償いのためじゃなかったんだね。もう私には分かる。償いのためなんかじゃない。罪悪感を消すためでもない。その通り、罰を受けたがっているのさ。
時に。そうか、こいつが。よくぞここまで来た。ここより先は第七聖槽、私が生まれた場所にして全ての聖槽の礎となる場所さ。やはりそうか、その地に通じるのがこの場所であるという意味。どうやら俺の確信は。それでは改めてとどうかな、ケビン・グラハム。そなたは本当に私の素顔を知りたいのかな。言うまでもない。とっととその悪趣味な仮面を外してもらおうか。影の王、いや、いいだろう。久しぶりね、リース。そしてケビン、よく私の正体を見破ったわね。いや、答えは最初から明らかやった。思わせぶりな言動、そして挑発的なセリフの数々。今まで確信できんかったのは俺が気づきたくなかったからや。そうね、あなたは昔から弱虫だから。まさか私の最強の騎士を倒してしまうとは思わなかった。黒騎士、いや、検定のことが。一体姉さんとどんなつながりがあるんや。6年ほど前、ある事件で知り合ったのよ。私と彼は対立していたけれど、お互い納得のいく形での落としどころにまでも、それを彼は借りを作ったと受け取っていたみたいね。なるほど、その借りをうまいこと利用して検定という。まったく姉さんらしい裏技やで。褒めても何も出ないわよ。ここまでたどり着いた以上、私の目的は分かっているのだ。覚悟は連れていくんだな。待って、何を。リス。あなたも分かったのでしょ。ケビンはね、罰を受けたがっているのよ。そう、私はケビンに罰を与えるために、この地に産み、そのために私はこの影の国を作り変え、あなたたち全員を迎え入れた。それもこれも全て望んだのはケビン自身なの。嘘。残念やけど、その通り。なぜそうなってしまったのか、はっきりとは分からへんのだ。姉さんが言ってることが真実であることは間違いない。おそらく第七聖槽とは、この俺を罰し続けるための地。母親を見殺しにし、姉さんをこの手で殺めてしまった俺にふさわしい場所のはずや。そして俺さえそこに落ちれば、この事件は無事解決するやろ。
ケビンは私に姉様が悲しむようなことは絶対にしないって誓った。本当にそんなことをして自分一人が犠牲になって姉様が喜ぶとでも思ってるの？どうかしら。確かに私は本物のルフィナではないけれど、限りなく近い存在ではある。ケビンが罰を望むのなら叶えたくなるのではないかしら。そんなことない。本物の姉様ならそんな風に。ケビン、思い出して。ケビン、初めて会った時のこと。絶望して自分から消えようとしていたケビンを姉様は決して許さなかった。問答無用でチョコレートを食べさせてこちら側に連れ戻した。驚いたわ。まさかあなたがそんな物言いができるくらい。だから黙りなさい。これ以上姉様を侮辱するのは許さない。いいでしょう。そういうことならケビンの代わりにあなたを招待してあげることにするわ。そこで黙って見ていなさい。これって何？やめろ姉さん、ディースは関係ないやろ。これも罰の一つよ。この子があなたの代わりに永劫に苦しむとしたら、さぞあなたの苦しみも一層深まることでしょうね。やれるものならやってみなさい。あら、です。たとえどこに落とされようと私はきっと生き延びる。もう二度とケビンを一人きりにしないために、絶対に家に戻ってみせる。よく言ったわ。それではせいぜい頑張ることね。おい、ディース、しっかり。ケビン。大丈夫か？うん。ケビン、どうして？私、裂け目から落ちて、それなのに。このアホ。後先考えずにつまらん挑発かますな。やれるものならやってみろ。たとえどこに落とされようときっと生き延びる。何を根拠にそんなこと言えるねん。
お前重機じゃろ。判断力も実行力もない新米が勝手な判断で行動すんなよ。それが守れへんのなら、いっそ騎士なんてやめてしまえ。トンマ、本当はそんな風に叱るところやけど、俺も人のこと言えへんし、今のデコピンで勘弁。作り上げたのはこの影の国は人の思いが反映される世界。どういう理由でかルフィナ姉さんはこの地で蘇った。姉さんの記憶と性格を持ちながら、ただ俺を罰するための存在として、そしてそれは確かに俺にとって何よりの罰やった。俺は確かに罰を望んでたんやろ。そして罰を受けることで全てが解決すると思い込んでいた。自分を犠牲にすることによって、あの時の姉さんみたいに私を助けられるとも思った。でもそれは違ったよな。うん、あの時姉様が自分を犠牲にしてケビンを助けたのだとしたら、多分他にそれしか道がなかったからなんだと思う。引くわけにもいかず、誰か一人が犠牲になるしか本当に選択肢はなかったから。だから姉様はその道を選んだんだと思う。姉さんは単なる自己犠牲を良しとするような人ではなかった。あらゆる手を尽くした上での最後で最良の決断だったやろ。でも今回はあの時と同じじゃない。私もいれば他の人もいる。力を合わせればいくらだって他の道は見つかったはずなのに、必死になって考えを出し合えば別の方法だってあった。それなのにケビンは安易な道に逃げようとした。そうなんだよね。ああ、どうやらその通りみたいや。よりにもよって守護騎士がこんな無様を晒してしまうとはそれこそ騎士失格もいいとこやな。ま、自分のヘタレさを悔やんでも仕方ないしな。よし、動けそうならとっとと出発するとしようか。なんや、目を丸くして。まさか俺がこの場に残って罰を受けるとでも思ったんか。それは、それにここに残って姉様を待つつもりかなって。なあリス、確かに俺は罰を望んでるのかもしれん。あんな形であっても姉さんと会えて嬉しいのも確かや。だが
それとこれとは話が別や。お前を巻き込んだ時点でこんなところ1秒だっていられるか。あがくだけあがいて何としてでも一緒に抜け出すぞ。よくも
したゲームだ。そうだ、私の名はオーエン。貴様に滅せられた。オーエン。天霊将の元司教、汚職で追放された逆恨みに両兵を雇ってシオンの家を襲わせた張本人。俺が下法狩りとして最初に仕留めた獲物でもある。なあ、どんな感じや。灼熱の中で死ぬこともできずに煉獄を這いずり回る気も。熱い、苦しい、憎い、グリモアとなってトアの安らぎを得るがいい。天の眷属たる女神のしもべ、暗き大地を清めんのため、今こそ来たれ。千の棘を知りとなる。清めんのため、今こそ来たり。そうは光にして騎士、父よの守護者に、今こそ我らに力を。
霊神を感謝いたします。ケビン。さてと、まだまだ先は長そうや。とっとと進むとしようや。女神を感謝いたします。
女神を感謝いたします。的な悪魔崇拝の教団による古代物を利用した儀式で人食いの化け物に変えられた少年。どんな暗示も法術も聞かずに最後は楽にしてやるしかなかった。その柔らかそうなお姉ちゃんも一緒に仲良く食べてあげるから。ねえお兄ちゃん、食べてもいいでしょ。君が悪いんだ、ちゃん。そして多分女神が悪いんだ。恨むなら俺のことを。嫌だ、嫌だ。僕お腹いっぱいになりたいの。清めるため今こそ来たり、ソウは光にして騎士、千代に守護者に
今こそ我らに力を。哀れなる魂よ、どうか安らかに。あの時は事件の後一週間は寝込んだもんやけど、今となっては手慣れたもんやな。ケビン、どうしてどうしてこんなことをずっと一人きりで。せめて私に話してくれるだけでも。俺が選んだ道やしな。お前のことを、いや違うな、多分俺は怖かったんや。自分を痛めつけることで罰を得ようとする俺の姿を、お前との絆まで完全に断たれることが怖かった。はあ、多分そバカ、ケビンの大バカ。俺としてはアホの方が愛があって好きなんやけど。十分か。ケビンのアホ、ヘタレ、死んじゃえ。なんか増えてるんやけど。さてと、大丈夫か。私のことは心配しなくてもいい。ここから脱出できるよ。全力でサポートするから。だから少しは頼ってほしい。ああ、
どう。しもうたんや。もしかして。だからなケビン、このままお母さんと一緒に。冬の日以来、俺はずっと母ちゃんの死から逃げ続けていただけやったから、これでやっと向き合える気がする。ケビン、リス、今は先を急ぐとしよう。悲しむのも悔やむのも後からいくらでもすればいい。全てはここから生き延びてからや。
そこへ。よし、この調子でいくで。
着いたか。煉獄門、かの門はいびつにして堅牢、聖者と亡者を隔てる関所なり。聖典に記されているのとまんま同じイメージやな。問題はこいつをどうやって開くかやけど。残念だがそれは叶わぬよ。この子よ。久しぶりだね、ケビン・グラハン。まさかこのような場所で君と再会できるとは。やっぱり現れたか。俺が召した連中がうろついてるから現れてもおかしくないと思ったが。誰なの。元風聖書を司教にして教会史上最悪の破壊僧、見喰らう蛇の使徒にして白面の異名を持つ魔人。半年前に俺が召したゲオルグ・ワイスマンや。この男が。私としたことが迂闊だったよ。恵方狩りケビン・グラハン。まさか君が長らく現れなかった第5位を継ぐ者だ。俺が守護騎士というのは隠し札の一つやったからな。もっともあんたを召したことでカードは切られてしまったけど。風聖省の連中も手の込んだことをする。おそらく君が聖痕を表した直後にシナリオは出来上がったのだろう。潮の杭と守護騎士。この二つを用いて万が一にも私を打ち漏らすことがないようにね。多分そうなんやろ。その意味では確かに俺はあんたの言う通り犬以上でも以下でもない。それで十分やと思っていた。どうやら随分と感じるところがあったようだね。しかしさすがは守護騎士と言うべきか。私も聖痕については個人的に研究を重ねてきたが、そのオリジナルにまさかこれほどの潜在能力が秘められていたとは。何のことや。君もうすうす気づいているはずだ。この煉獄が君の潜在的な願望をもとに生み出されたこと。より正確に言うと全ては君の聖痕が原因なのだ。何やと。どういうことですか。
和の消滅。それはサブシステムとして存在していた影の国に沈無理もない。突然自らを律していた存在が跡形もなく消えてしまったのだ。そして影の国は自らを律する新たな種を欲した。より正確に言うと、あの時和の近くにいた者の中で最も深いトラウマを持つ者を選んだのだ。そして影の国は君の奥底にある聖痕を探り当て、それを取り込む形でコピーした。そして聖痕は君の潜在願望である煉獄を影の国の中に現出させてしまう。まさにそのような状況の中で影の王は誕生したというわけだ。公爵はこのくらいにしておこうか。以上のことを踏まえて一ついい方法を教えてあげよう。犠牲となる以外にこの事態を解決できる道をね。何か人間らしい心を捨てればいい。君の成婚は言ってしまえば絶望と罪悪感から生まれたものだ。ならばそんなくだらぬ感情にとらわれることのない存在になればいい。すなわち何者にもよることなく自らをコントロールできる。バカげてる。そんなもの人として正しい道のはずない。しかし私は長きにわたってそれを追求してきた。聖痕の研究もその一環。ヨシアでは失敗してしまったが、今の君はその一歩手前まで来ている。そして超人となった時、君は完全に聖痕をコントロールし、新たなる影の王となれるはずだ。黙りなさい、悪面。これ以上そのみだらな舌でケビンを誘惑するのは許す。誘惑ではなくて提案だよ。誓って断言するが、私は一言も嘘は言っていない。我に滅された恨みなど、このような事態になってしまえばむしろ些細なことだ。私は見てみたい。七曜の教えを捨ててまで結社に求めた超人への道が真の意味で実現する瞬間をね。狂ってる、リス。
ケビン。それでいい。君ならばきっと理解してくれると思ったよ。確かに俺は強くあるべきなんやろ。ルフィナ姉さんをこの手で殺めてしまったこと、母ちゃんを拒絶して見殺しにしてしまったこと、そして今もリースや他のみんなを巻き込んでしまっていること、それもこれも全部俺が送る。ケビン。その通り。しかしその弱さは必ずや克服できるものだ。私の示す超人の道によってね。その道は選べそうにないわ。何？どうやら俺思った以上にヘタレだったみたいや。あの時のチョコレートの味が忘れられそうにないねん。の。あの時の俺は確かに絶望しきっていた。でもだからこそあのチョコレートは俺にとって忘れられない味になったんやと思う。辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、嬉しいこと、楽しいこと、そんなんを全て合わせてなお俺を前に歩かせてくれたケビン。だからすまんな白面、あんたの提案慎んで辞退させてもらうわ。いいだろう。君がどのような道を選ぼうと、だがそのような甘い感傷でどう危機を乗り越えるつもりかな。アスタルテとロストルム、煉獄門の左右を守る悪魔どもか。いかに守護騎士といえど勝ち目がないのは明らかだろう。彼女を守るためにもどの道が君にふさわしいの、今一度選び直す気はないか。ケビン、耳を貸す必要なんてない。私なら大丈夫だから。白面に加えて好意の悪魔が2体もある。ま、確かに万が一の勝ち目もないかもしれん。今までの俺やったらな。何？
魂。これは俺の精魂が本来の。もう一つ、今までの俺には決して見られへんかった光の側面や。大きい白面、あんたの誘いを断れたおかげで俺は少しだけ自分に自信を持つことができたらしい。悪いけどこの力このまま貯めさせてもらうで。まあいいだろう。付け焼き刃の力の時でこの白面をしのげるか試してみるがいい。我が深淵にてきらめく青の刻印、天に昇りて煉獄を照らす光の柱とかせ。走れ虎の聖刀。天の眷属。影の国ある限り、もはや私という概念は不滅。貴様の必死な強がりが果たしてどこまで通用するのか。この煉獄の狭間から見届けさせてもらうとしよう。必死な強がりか、まったく。ケビン大丈夫？しっかりして。なあ、さすがに無理しすぎた。でも大丈夫や、前みたいなことにはならへん。もう俺自身とルフィナ姉さんにちゃんと向き合うって決めたから。ケビン、しかし参ったな。白面を倒したはいいが、二人で力を合わせたとしても。うん、でもせっかくここまでたどり着いたんだもの、こうなったら力ずくで破壊するしか。だから過激な方法は最後の手段にしとけって。
それにこの煉獄を規定する一番重要かもしれへん構造物や。そう簡単に破壊できるとは。おーい、この声は嘘やろ。地獄に仏とはこのことだ。兄さんも非常識な人やな。なんであんたがこんなところまで入り込んでんねん。さすがに無理があるかと。あなた影の王と通じていませんか。誰だそれは。なあ、もうそんなことを言ってる場合じゃない。いいから逃げろ。追いつかれたら食われるぞ。え、今のは方向と羽ばたき、しかも多い。悪魔の群れ。さっきの子ではないが、かなり高位の連中が。くそ、さすがに数が多すぎる。君たち責任を持って何とかしたまえ。僕はこんなところでまだ死にたくなんかないぞ。それは私たちもです。俺もさすがに勘弁や。くそ、聖魂の力を使いすぎだ。なんとかリースとこいつだけでも。来るな、来ないでくれ。ケビン。くそ、こうなったら。できたみてえだな。腕の振るいがいがありそうね。なんか見覚えのある人も同じ。どうして。あの後セレスト様に君たちが落ちた場所について探っていただいたんだ。そちらに宝石があったから、なんとか突き止められたそうだ。つい先ほど道をつないで門を開けていただきました。この門をくぐれば庭園に戻ることができます。そうか、助かります。信じられない。話は後だ。今から突入して、そい君たちは隙を見て門の中に飛び込むといい。大きい。よろしくお願いします。それでは始めるとしようか。灼熱の炎の中、悪魔たちと踊るダンスを。覇者検証。バンダールの剣の前にまとめて砕け散るがいい。みんな行こうよ。以上がこの事件の大まかな全貌です。はっきり言って全ては俺が元凶ですわ。皆さんはそれに巻き込まれただけにすぎません。申し訳ない。お詫びのしようもないですわ。と
正直ケビンさんがなんでそこまで恐縮するのか私にはわからないんだけど。話を聞く限り、和を失った影の国が死を求めるのは必然。ならば君がいようがいまいが、それに相当する事件は必ずや起こったに違いない。おそらく他の誰かが選ばれて、その人物のトラウマを反映した。お前が選ばれた時のことを考えると正直ゾッとしないがな。それだけでも行幸というものだ。失礼な、少しは信用してくれたまえ。せいぜいここにいるみんなで主治肉林のパーティーでも繰り広げる世界になったくらいさ。こいつは。あんたね。冗談じゃないよ。シャレになってないわね。そういう問題なんですかね。ま、別にお兄さんのことかばうわけじゃ。ある意味影の国に選ばれたのがお兄さんだったのは。それは一体。お兄さんの聖魂はかなりの支配力を持っているわ。影の国が曲がりなりにも秩序を保っているくらいにはね。でも果たしてそれが他の人のトラウマだったりしたら。あ、カオスを制御しきれずに影の国が暴走していた、その可能性もあったわけだね。さすが話が早いわね。その場合もっとたくさんの人が取り込まれてた可能性もあるわ。ま、それはそれで楽しいお茶会になりそうだけど。してほしいんですけど。ま、そういう意味でも気に病む必要はないだろうさ。立場も違えば生き様も違う。だがこの場にあって我々はすでに運命共同体だ。そうそう、困った時はお互い様ですよ。それに輝く輪に関してはリベール王国の問題でもあります。むしろケビンさんの方こそ巻き込まれた側かもしれません。そういう意味でもケビン殿、これまで通りぜひとも我々を導いてほしい。半年前のあの事件を本当の意味で解決するためにも。皆さん。まったく、あんたらほんまアホやな。揃いも揃ってお人よしすぎるっちゅうか。こっちは最初から最後まで利用するつもりだけやったのに、なんで。ケビンさん。人間諦めが肝心って言うし、私たちに関わったのはケビンさんの運の尽きってやつね。うん、僕たちっていうより、強引だしおせっかいだし、逃げても食らいついてきそうだし。あ、なんですって。確かにそれは言えてるかもしれないわね。念も同感よ。それだけお姉ちゃんがすごいってことだと。うんうん、私たち
まとめてエステルちゃんの影響を受けちゃってるんだろうね。もうま、でも確かにこれだけ状況が厳しいのに切羽詰まった感じがしねえからな。これだけのメンツがここに集まっているのだからね。今ならエレボニアを国家転覆することだってできそうな気がするよ。また貴様は微妙な発言を。降参や。改めて今度は本当の意味で改めてよろしくお願いするわ。うん、こちらこそよろしくお願いします。いずれにしても俺らがすべきことはもうはっきりしている。影の王ルフィナ・アルジェントを止める必要があるってことや。うん、当然。しかしケビン君、君たちが落とされた煉獄に彼女はいなかったんだろう。君たちが落とされた後そのまま消えてしまったしな。そうですな。少なくともあの場所に姉様の気配は全然感じられなかった。もしいたとしたら絶対に姿を現したと思う。そうやな。しかしそうなると、その疑問になら始祖様。セレストさん、先はほんまありがとうございました。あのままでは私もケビンも無事ではいられなかったと思います。本当にありがとうございました。いいのです。影の王に囚われていた以上、仲間の一人としてそのくらいはさせてください。お気に。それはそれとして、疑問に答えられる。ええ、影の王の居場所をやっとつかむことができます。もしかして今までそれを調べていらっしゃったんですか。ええ、第七聖層を調べる過程で現在の影の国の全貌をおおよそつかむことができました。影の王は現在聖層の外側にいるようです。聖層の外側。それってと聖層とは、影の王が影の国の中心に作り上げた多層的な構造物のようなもの。その構造物の外側にも影の国は続いているのです。もっともそれは現在何もない荒野のような形で放置されてしまっていますが。何もない荒野。随分と漠然とした話だな。はっきりとした居場所はつかめてねえのかよ。いえ、大体の場所は分かります。しかし問題が一つ。その荒野ですが、途方もなく広すぎるのです。おそらくは大陸規模の広さではないかと。
かなり厳しそうですね。徒歩で行くとなると一体何ヶ月かかることか。移動手段は他にないものでしょうか。そうですね、私が行使できる力では、石碑によるアンカーもここから離れすぎた場所には打ち込む。仮に徒歩ってことになると、宝石が使えない以上補給もままならなさそうやな。何十日分の食料、さすがに現実的じゃないかも。ふう、こいつは参ったな。向こうがこちらに来ない限り打つ手はなしっていうことか。なんだ、気になることでもあるのか。アルセイユが使えないのかなって思う。何？アルセイユ、第一清掃にあった偽物か。この影の国って人の願いが反映さ、確かにあのアルセイユは偽物かもしれないですけど、形状や構造を含めてみんなよく知ってる船ですし、みんなで一緒に願ったら動かせるんじゃないかなって。あの願うだけで動くなんて、そんな技術者らしくもない。ティータ、それとってもいい考えかもしれないわ。確かにイメージが確固としたものであるものほど、この影の国には再現されやすい。ユリアさんは言うまでもなく、ティータちゃんも構造には詳しいし、あり得る話かもしれません。黒の箱舟が再現されている以上、飛行船がダメということもないでしょう。セレストさん、どうかな。確かあなた方はリベルアークに乗り込む時ならば、その時のイメージをフィードバックさせれば。ええ、可能だと思います。あなた方全員が乗り込めば、白き翼は必ずや蘇るでしょう。ほんまですか。信じられない。お手柄ね。すごいじゃないティータ。ちょっと待って、じゃあ王都の港に泊まってる山猫号も動くわけ。そうか、それもあったね。そうですね、そちらはどれだけの方に。あ、乗ったことがあるのは彼女と僕くらいですか。私と知らねえ、それとオリビエも戦争に忍び込んだ経験ならあるけど。ああ、定期船強奪事件の時ね。今となってはいい思い出だね。それだけですと動かすのは少々難しいかと。白き翼を蘇らせるのを優先した方がいいかと思います。そっか。しかし、いずれにせよ願ってもない話です。早速準備を整えてアルセイユに向かいましょう。そうだな。そうと決まればいろいろと忙しくなりそうだ。ただし一つだけ、もしあの白き翼で影の王のいる場所まで向かうとしたら、もうこの庭園には戻れなくなってしまうでしょう。あ、宝石の転移ができなくなってしまうのですね。ええ、その宝石の転移機能は庭園から離れすぎてしまうと働かなくなってしまいますから、もし出発するのであれば覚悟していただく必要があります。そっか。こいつは一度全員揃って鍛え直す必要があるかもしれんな。そうですね、足手まといにならないようウォーミングアップしなくっちゃ。各地の扉を開けるのもこれが最後の機会というわけか。そんなら
一旦俺も先導から外れますわ。必要があるなら宝石や聖杯手帳の使い方も教えます。みんな悔いの残らへんよう。よっしゃ！ちょろいちょろい。任せろ。まだまだ未熟。任せろ。まだまだ未熟。心得た。
ば一つ報告することがあります。第七聖槽ですが、ケビン殿たちが落ちた場所以外の大規模な領域を確認できました。おそらく悪魔と呼ばれる適正概念が徘徊する危険な領域。念のためアンカー、石碑を打ち込んでおいたので宝石で確認してみてください。転移できる場所が一つだけ増えているはず。
相手が悪かったな。
よっしゃ、次行こうか。よっしゃ、次行こうか。これからや。
まだまだこれからや。